カメラ大坪です。今日はですね、下北沢のリロードっていう線路だったところにねできた新しい商業施設あるんですけど、ここに行ってみたいね、あの洋服屋さんがあって、ただねレディースも素敵なのが置いてあるんですよ。で今日はスペシャルゲストが来ていただいてます。じゃん、こんにちは、腕時計魂の丸山です。まるちゃんなんです。そうなんです。今日は初の試みなんですけど、スモークにまるちゃんをお越しいただいて試着してみようじゃないかと、はい、それどこのトレンチコートでしょうか。これはバーバリーの、あ、いい色ですね、はい、1枚袖、裏地もないんですけどね。グッチのグッチのストール、はい、まるちゃんレザー着てくるんじゃないかと思って、そうなんです、デランの、今は亡きデランのレザーを着てきました。これ可愛良さそうですね。行ってみます。行っちゃいましょうか。めちゃくちゃ楽しみ。そうそう、ここから入れるんでしょうねきっとね。華やか、華やかです。いやいや、今日は爽やかな日ですよ、ね、ちょっとね、今日のコーデをね、はい、お伺いしたくて。春を感じるコーデということで、はい、私の好きなラベンダー色とグレーの今日はコンビネーションにしました。いいですね、素敵ですね。こう首元、まだ寒いですけど、はい、ちょっとこう春感を出しております。大判のスカーフですか、ストールかな。すごい、結構前に買ったんですけど、はい、気に入っててずっと使ってます。フォーマー21かなくしないかな、で、レザー、白レザー、そうなんですよ、レザージャケットね。白着てる人やっぱり少ないので、はい、お手入れをしつつ大事に着てます、はい、これエポカのやつです。いや素敵だな。ブーツは確かスペインのメーカーだったかな。あ、はい、そうなんですね。それでね、今日ご案内したいのが、はい、このリロードの2階の部分かな。で、去年の秋かなにできた、11月とかでしたっけ。そう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 、フォレスティエール、フォレスティエール、ぜひ丸山さんに合うようなヴィンテージアイテムプラス、はいはい、春の装いを。私ヴィンテージ大好きなのでですよね、はい、だからね、お好きなものがあるかなと思って、はい、楽しみに、はい、行ってみましょうか。ではよろしくお願いします。はい、失礼します。はい、じゃよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ僕からご紹介しようかな、はい、フォレスティエールですよね。はい、フォレスティエールの磯部と申します。磯部さん、店長の磯部さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタッフの金月さん、よろしくお願いします。お願いします。今日楽しみにしてました。はい、早速もう可愛いのがいっぱいかかってます。そう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 、お店のことちょっと伺ってもいいですか、ね、そうですね、まずあのメンズのアイテムに関しては、あのヨーロッパもの中心で、はい、まあ、特にイタリアのものが多くなってますね。で、US ものも一部あるんですけれども、まあ、基本的にはあの、まあ、ヨーロッパの、まあ、あんまりブランドのネームなんかにこだわらずに、うん、まあ、生地だったり仕立てでいいなと思うものをあの選んで並べてますね。で、逆に女性ものに関してはあのメゾン系のブランドを中心に力を入れて集めてます、うん、え、これどこの素敵な、バーバリーじゃないですか。バーバリーだ。中がめちゃめちゃ可愛い。これこういうのあるんですね、裏地。そう、チェックじゃない、あ、チェックもあるけど、あ、バーバリーチェック、チラッと見えた。バーバリーチェックだ。初手でいいの選びますね。うわー、かわいい、かわいい、かわいい、マルゼン時代の。これ何年ぐらいなんでしょうね。これ80年代ぐらい。そうですね、それぐらいの年代だと思う。めちゃかわいいですね。あら素敵、今の時期にぴったりですね、これね。羽織ります。羽織っちゃう。バッグ、それどこのだっけ。バッグはレベッカ・ミンコフです。へー、なんか今日グレーなんで、うん、色合わせね。そう、ブーツとスモークの名シーンが蘇りますよ、これ。鏡そこにあるから。どうだ。うわー、かわいい。これ着たらかわいいですね。今のそのパープルと合いますね。うん、意外と今っぽいですよ ね、ね、かわいい。ピンボタンがまた効いてますね。かわいいっす。これね、僕もバーバリーなんです、これ。あら、ちょっと、はい、ちょっとリンクコーデ的なね。リンクコーデ、これレディースだったんだけど、はい、あのボタンコールつけてもらって、そうするとトレンチってどっちでも着れるから、うんうん、合わせ逆だったのを、うん、はい、メンズ仕様に変えてもらいました。そう、肩こういう仕様だとね、そうなんです、あんまないですね。1枚だと関係ないんで、うん、ね、つるんときで、ね、これは丸ですね。丸ですか。丸です。よかった、丸しました。よし、よし、丸いただきました。まずは一つ。いや、でもお宝がザクザクですよ。そう、あ、それも可愛いじゃん。それどこですか。プラザでございます。可愛い、あ、コートか。
コートなんですよ。いやでもなんかこうワンピースのような柄ですが、可愛い。これ羽織ります？羽織っちゃう。あ、じゃあそれ取ってもらってる間の他のを見ようかな。いいか、はい、お店のぐるっとね、ぐるっとね、ちょっともう入ってそう、そう、そう、捕まっちゃいました。うわ、カニのクリスチーだ。うわ、これとか可愛いな。エルメス？エルメスですね。あ、こんな厚底のあるんだ。可愛い。絶対合うでしょ。きっと良い革なんですよ。はい、これは？これめちゃくちゃ素敵じゃないですか。私これ好きだな、これ。可愛いですね。これ白いデニムとかと履いたら可愛いんだろうな。ちょっとギリーシューズっぽい雰囲気が残ってる。あ、そうそう、ここがね、ギリーシューズっぽいです ね。いやでも全部可愛い、このディオールとかも。それディオール、ちょっと見せてもらっていいですか。はい、逆の方が良かったかな。うわ、これも、あ、これも着ましょう。はい、これも着ましょう。じゃあプラダを着たらいいんですか、着ていただいて。はい、どうぞ。すいません、じゃあ失礼して、ありがとうございます。プラダか。そう、でもちゃんとくるみボタンというかね、隠しボタンもしっかりしてる。すごい。素材がウールシルクで、ちょっと独特な生地感。ウールシルクなんですね。はい、この光沢が、ね、すごいいい感じの生地感ですね。いいじゃん。上等な生地感でございます。シルエットどうですか、これ。めちゃくちゃ綺麗ですよ。可愛いですよね。うん、パンツでも、パンツがいいですね。ワンピでもいいし、うん、ミニスカートでもいいのかな。そう、ミニスカートだったら可愛いですよ ね。足だけニョコッと出てる感じ。足だけニョコッと出てそう、いいな。いいですね、楽しいですね、今日ね。面白い作りですね、うん、これね。でもなんかこうタイムレスに着れそうな。そうそう、はい、だからいいですよね。いつの時代でも着れますよ。そう、まあ、最近ワードローブあんまり増やすよりちょっとこう絞りたいなと私も思う時があります。失礼します。いいものをね、いいものを長く着るっていうのはね。そうです。これレザートレンチ？これもプラダのレザートレンチじゃないですか。それ絶対私好きだな。これ絶対いいでしょ。ですよね。これは好きだな。絶対好きなやつ。革質も抜群ですね。抜群ですね。トヤントヤンですよ。どうですか、食感は。かわいいですよ。もちもちの。もちもちしてますね。これお手入れするのが楽しそうな。かわいいってやつですね。かわいいですよ。かわいいです。うん、わ、サイズぴったりじゃないですか。これ良きですね。良きですね。良きですね。良いですね、これ。前で止めても可愛いですね。うん、うん、楽しい。こんなもんでしょうかね。なんか絶妙な七分丈ぐらいの、ね、うん、春先にいいですね。これからの季節絶対いいですね、これね。ここ目線でキリッと。あ、素敵。やらせないでください、恥ずかしいな。やっていただける、やっていただけるからね。乗ってやっちゃうんで。ね、この辺も見てもいいですか。いや、それ可愛いですよ。これさ、これ絶対好きです。これセットアップなんじゃないですか。イヴ・サンローランの、はい、サンローランのセットアップ茶色。可愛い。絶対合うでしょ、これ。これは可愛い。これはちょっと後でお着替え、お着替えお願いしてもいいですか、後でね。はい、試着室にお邪魔したい感じですね、これね。良いですね。良いですね。キラキラしてますよ。うわ、これはいいわ。ここで見つけてくるんですか。これはもううちのオーナーが現地のディーラーなんかとやり取りして、うん、あの選んで入れるもののもあれば、はい、そうですね、ルートはちょっといろいろ。ルートはいろいろ。あとね、はいはい、バランタインってご存知ですか。バランタインカシミヤニット、はい、すごいあるじゃないですか、レディース。めちゃある。あんまりバランタインのレディース置いてるところ見かけない。いや、ないですよ、かもしれないですね。ないですよね。この色可愛いですね。いや、これもいいし、うわ、すごい。触ってみてください、トロットロ。うーん、よきよき。リアルカシミヤですよね。もちろん、ね、スコットランド。バランタインのカシミヤって言ったら多分飛んでくる人がいっぱいいるな。そう、世界一。正直女性が着てたら男性からしたらかなり胸厚、胸厚ですね、アイテムですね。うわ、古いスコットランドのカシミヤがこんなに。口練りもあった。おっとおっと、上質なカシミヤゾーンですね、この辺は。カシミヤゾーンですよ。このゾーンもいいですね。下はカーディガンゾーンですね。これもでも素材はカシミヤですね。素材はカシミヤですね。これはドリュモアか、ドルモアさんか。ドルモアさんいましたね。ドルモアさんいましたね。ドルモアさんいましたよ。の V ネックカーディガンと、こっちもバランタインの、うわ、新旧ロゴですね。
これはやばいですね。暑いですね。暑いでございます。暑いですね。これメンズもないんですか？メンズは今ないんですよね。あいやこれ最高ですよ。どうすかどうすか。あめちゃくちゃいい。ターコイズブルー。偽のカシミヤじゃないですからね。ですよ。本物のあの時代の。そう。そうですね。いい時代の。だってカシミヤって今取れてるやつよりなぜか生産量の方が多いことになってるでしょ。そう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 、おかしいな話になってんだよね。そう。わあ可愛い。セリーヌのサーモンピンク、なんだろう。何色って言うんですかね。卵色みたいな感じ。いい色ですねこれも、はい。こういうのも似合うでしょまるまるちゃん。いけるかな。いけるよ。これ肩パッツはどうなんだろう。肩パッツがまた面白いんじゃないですか。はい、ちょっと着てみていいですか。はい。あでもそんなに肩パッド気にならないな。これも可愛いですね。大人な感じ。可愛いですね。着こなしますね、さすが。ちょっと回っちゃうかな。うん、素敵素敵。でもやっぱラインが綺麗だな。すごいどれも本当すごいこだわって入れているのが、ね。そうですね。内容としてはもう大人の女性にも満足していただけるように。うん、良いですよ。いや、いいですよ、良きですよ。じゃあさっきのさ、セットアップ。セットアップ来ます？どこでしたっけ？あ、これね。これ一回着ていただいてもいいですか？はい、ぜひ。本当に。かわいいです。失礼して、ちょっとドローンしていきます。その間に大沢さん、はい、自分の見ないと。いやいや、メンズアイテムもね、いいのはあるんで。そうなんですよ。ちらっと見させてもらおうかな。では、失礼します。じゃあこの辺が、軍物？そうですね、軍物のパンツですね、うん、イギリス軍の、まあ、いわゆるナンバー2、うん、ナンバー2トラウザーズ、はい、陸軍のタイプと、空軍のタイプですね。綺麗ですよね。名作ですね、名作ですよね。本当にで価格帯も比較的手に取りやすい価格帯なので、はい、1本持ってますけど、陸軍の方から持ってるの。いやこれ綺麗なんですよね。なんて言うか、グルカのグルカの上です ね, ですよね、はい、これ前も買いましたね。そうですね、買っていただきました。よくお似合いになってましたね。サイズ違いなのかな、時代違いでしたっけ。そうですね、あとまあちょっとものによってこう、はい、ボタンが違ったりですとか、ボタンの仕様が違うのか、はい、前買ったやつなんかココナッツみたいなボタンだったかな。いやこれからのシャツ、グルカのシャツは絶対いいですよ。あこういうね、こう名作ありますよね。それは海軍ですね。海軍、ロイヤルネイビー。ネイビー。はい。お、じゃじゃん。じゃじゃん。すいません。いいですか？このタイミングで大丈夫だったかな。うわ、うわ、素敵ですね。どうですか？ね。うわ。どないでしょう。でもやっぱりすごくめちゃくちゃ可愛い。作りがちゃんとして、はだけないようにちゃんと隠しスナップがついたりとか、やっぱり細かいところまで気が利いてます。めちゃくちゃ素敵ですよね。めちゃくちゃ素敵ですね。なんかほらスカーフとかしたら可愛いのかな。あスカーフも、あこれはこれちょっとじゃあ大坪さんのおすすめを、はい、この辺のスカーフってこれはイタリアのブランドでジエッテっていう、ね、はい、これはうちらも新品で入れてる、はい、いい、かわゆい。ネクタイだったりこれスカーフ類をもう専門でやってるところですね、うん、この色とかどうですか。この色とかね、多分したら可愛いですよね。あと多分10年経っても着れそうな感じで。そうですよね。そう、このタイムレス、本当にタイムレス、うん、でもやっぱさ、なんだろう、ラインがすごい綺麗ですね、うん、これいいですね。いや、お似合いだわ。言葉がちょっと、すみません、出てこない言葉が出てこない。すみませんすみません。めちゃくちゃ合ってるよね。サイズが合うかわからないですけど、ミニシューズっぽいやつ一瞬履いてみたいんですよ、うん、はい、これね。そうそうそう、これ絶対いいですよ。これ可愛いですよ ね、 多分ね。いや、絶対可愛い、絶対可愛い。失礼いたしました。フラットシューズ、これ可愛いですね。いや、可愛い、可愛いっすよ、可愛い、めっちゃ可愛い。あ、これでスカーフのちょっとオレンジ差し色したら絶対可愛いですよね。こっちもいいかな。それも可愛い。このドットちょっと60年代チックな感じ、ね、私が好きな。めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。うわ、可愛いですね、これ最高です。これスティールさん、本当ワンダーランドですね。シルク 100% でございます。いいですか、本当に巻いて。あ、どうぞどうぞ、はい、ゆるーくでまた巻いてけます、ね、いい感じ。こんな感じでどないでしょう。これ可愛いですよね。いや、めちゃくちゃ可愛い、このコーデ。
何航空ですかこれ本当に確かに航空会社こんな航空会社だったらいいですよね。かわいい。いや乗りますよ。めちゃくちゃおしゃれだな。めちゃくちゃ可愛いですよ。いやこのだってサンローランだもの。足元はエルメスでね。そうでこのジュエレの、ね、スカーフ素敵ですね。いや素敵。いやでもこれ一緒にお買い物で来れるじゃないですか、カップルで。そう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 、メンズもレディースもあるし、ね、あのこのロケーションがね、また光がね、キラキラ入ってて、ね、はい、最高ですよね。いやでもこれはちょっと脱ぎたくないくらい可愛いですねこのこれめちゃくちゃ可愛くないですか。これもこれこの辺ってエルメス。そうです、ですよね、そのあたりはエルメスですね。マルジェラキーですか、ひょっとして。マルジェラキーになると、まあ、タグで見ていただいて、まあ、このタグですね、うん、このおー、ほんとだ、マルジェラキーですね、はい、マルジェラキーのもので、まあ、このあたりにまとまって、はい、今日ここ思いついたきっかけはですね、はい、もうマルちゃんにマルジェラを着せたくて、おー、マルだけに違う、こう降ってきたんですよ。降ってきた。降ってきたんです、はい、エルメスマルジェラキをね、マルちゃんに着ていただきたいなっていう、はい、この白い T シャツとか ね究極ですよね。いやもう超シンプルな T シャツですけど、超シンプルで絶対いいよな。超シンプルな T シャツに例えばなんだろう、はい、これとかってこれとかでパンツ何がいいんだろう。パンツは例えばメンズもの履いちゃうとかどう。あー絶対可愛いです ねメンズもので、サイズ細身のやつあればねいけますよねきっとね。ギュッとさリーバイをこれぐらいのアイスウォッシュみたい、うん、あーいい、このカットオフしてある感じいいじゃないですか。おーいいですね。あ絶対可愛いな。カットオフしてあるリーバイスをウエストギュッと絞って、はい、あもうご飯何杯でもいける飯うまどうですか絶対いいよね。めちゃくちゃ相性いいと思いますね。はい、絶対可愛いですね。この501これぐらいの90年代512か512ですね、はい、足元さ、はいはい、うわこれこれはこのブーツってエルメスのブーツこれとかのうわ絶対可愛いけんじゃないですか。履いちゃう。どう、どうぜひやってみましょうか。やってみましょう。じゃちょっとマルちゃんにマルジェラを着せたくてマルジェラを着てまいります、はいはい、ここから後編かな後編かな大坪さんのやつがあるからね、はい、これネクタイ1000円からって書いてあるけど安くないですか、ね、あのオール1000円です。オール1000円、はい、マジですか。いいんですか。お手頃価格でいいんですか。やらせてもらってます。え、オール1000円全部買っても1万6000円じゃないですか。キャー素敵じゃあ僕箱買いしようかな。箱買い大人買いだねえだってシルクじゃないですか普通に。そうですね、シルクのもので集めてます。めっちゃいいじゃん。ということはこれとこれとこれかな。この辺のネクタイ、そう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 、ね、わかわいいかわいい。これをねちょっとじゃあ着てこようかな。夢の国ですかここは。夢の国ですかここは。ワンダーランド下北沢にあるワンダーランドがフォレスティエルってどういう意味でしたっけ。フォレスティエルはもともと森の番人とかそういう意味があるんですけど、はい、まあ、うちのオーナーが、まあ、この施設 の、うん、まあ、近隣のそのまあ、植物の雰囲気とか、うん、まあ、そういうところでインスピレーションを受けて、なるほど、はい、つけました。これもうインスピレーションの形になろうとしています、はい、今やったぜ嬉しいちょっとじゃあ着ていきます